テーブルスプーンスプーンとは、食品や薬品をすくい取ったり、混ぜたり、測ったり、潰したりする道具のこと。主に、料理を食べる時の食器として使われる、サジとも言う。素材は、ステンレス、金、銀、真鍮やニッケルなどをメッキしたものなど金属製のものが多いが、木製や陶器製のもの、角や骨を材料に使う地域もある。また、 弁当にはしばしばプラスチック製のものが添えられる。この他可色性素材のスプーンもある。形状はものを乗せる皿状の部分と手で持つための柄で構成される。柄の部分を別部材で構成した別柄型のものと全体を一体成形にしたものがある。スプーンはその用途に合わせて様々な種類のものがある。EN リストオブティプスオブスプーンズも 三商品のキャディースプーン飲食用のスプーンは食事の際に食べ物をすくう、混ぜる、口に運ぶという用途で用いられる。体幹防ジアラオスではスプーンとフォークのセットを食器として用いるためにナイフのように硬いものを切る用途にも用いられる。ベトナムでも唐辛子を刻む時などにナイフのように用いられる。フランス料理などのテーブルセッティングでは スープスプーンが最も右側に配置される。スプーンはナイフやフォークなどと共にカトラリーを構成する。また、紅茶やアブさんを飲む際に、茶こし代わりに小さな穴が多く開いているスプーンを用いることがある。給食初期に使用された先割れスプーン。ヨーロッパでは新石器時代に使われた陶器製や骨を削ったスプーンが発掘されている。 古代エジプトでは化粧品の調合用としてスプーンが使われていた。ギリシャ・ローマ時代には先端が2つに分かれたスプーンが使われた。尖った方で卵やエスカルゴの殻を破り、丸みのある方で中身をすくう。11世紀になってイタリアにスプーンが入り、一般には普及したのは17世紀から18世紀になってからである。ナイフフォークスプーンのセットで食事する形式が 確立されたのは19世紀頃と言われている。イギリスでは洗礼式にスプーンを贈られる習慣があり、身分や貧富の差によって材質が異なっていた。このことから裕福な家で生まれたことを表すボーンウィズ、with A シルバースプーン・イン・ワンズ・マウスという言い回しができた。日本でも紀元前3世紀頃の出土品にスプーンが含まれているが、これについては 儀式用と考えられている。焦燥院の収蔵品などにも見られ、遺跡からも、箸と共に出土したり、絵画に描かれたりもしているが、時代を下るごとに、スプーンは少なくなっていく。食事用として、そもそも一般人には全く普及していなかったで、あろうし、上流社会でも8世紀末から9世紀初頃には、発色に遷移したものと考えられている。 しかし完全に姿を消したわけではなく、上流社会の儀式や接待などでは引き続き使用されていた。例えば禅寺では、鎌倉時代から第二次世界大戦以前までサジを使っていたし、1682年の徳川綱吉の就職祝賀にも使用された記録がある。また、1719年の朝鮮通信誌であった。 猿ルイカンによる海遊録にも小田原城で受けた接待で金銀の箸やサジが使用されたとの記述が見られる。医療用に使われるケースもあり、江戸時代に将軍家や大名の寺院のことをサジを使って薬を測ることから、おサジと呼んでいた。医者が患者を見放すことを指して、サジを投げるという比喩表現もある。ちなみに西洋にも、通幅スプーンインエブリーマンズディッシュという言わざが、 あった。明治末期に現在の形のスプーンが手作りで始められた。機械による大量生産はヨーロッパでスプーン生産が滞った第一次世界大戦後からである。ただ、日本の家庭ではサジは洋食や中華料理に用いる傾向が強く、味噌汁など日本で古くから食されていた汁物などは現在でも聞き手に箸のみ、ワを持ち上げ、口をつけて、 食べるのが一般的である。和食を提供する飲食店でも味噌汁にサジが食器として出されることは少ない。なお、中国や朝鮮半島など日本以外の東アジア地域ではお椀を直接口に運んで汁を飲む習慣がなく、ご飯と汁類にサジを使い、おかず類に箸を使って食事する。身近な物事はじめ時点、三浦元博チョ六十60から6二。 世界食べ物起源岡田明編、P181 から182、先割れスプーンウィキペディア。ありがとうございます。